じゃあ、歌の話、後でちょっと触れるかもしれないですけど、はいはい、まあ、その前に、じゃあその作品の一環として、動画、ちょっともう短い動画なんだけど、ちょっとだけ用意させていただきました。はいはい、まおちゃんの肉まん食べてる国際活動してる中国語でちょっと中国語まおちゃんを、ちょっと楽しんでいただきたいと思います、はい、じゃあいきますよ、せーの、どうぞ。谢谢你好吗我是你本人。はい、はい、まおちゃんの動画どうでしょうか。じゃあね、そんな素敵なもーちゃんに私からの質問コーナー、パホ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 ということで、まあ今の体型維持をするために、はい、1美を保つというか、まあ体型維持何か心がけていることや何やら、あのなんか結構あまりないんですけど、実際でもプロテインだけはなんか結構欠かさないこだわってて、なんか結構よく食事の代わりに、うん、プロテインを飲むんですね。あるよね、例えば夕食とか、なんか一食、一食置き換え、置き換えのやつあるよね、はい、なんだっけ、プロアクティブじゃなくてプロアクティブを買うのよ。ああ、そう、あのね、マイクロダイエットとかそういうのもあるんだけど、そういうんじゃなくてとは違うんだ。プロテインダイエットとか、プロテインダイエットってあるしね。プロテインを、本当ダイエットがつくかは分かんないんだけど、プロテインをそのまま夕食代わりに飲んじゃうって感じですね。普通の市販のプロテイン、はい、市販のプロテイン、なんかさ、はい、ダイエット用のとは違うプロテインでしょ。じゃあそしたら、そうですね、筋肉がつくようなやつだよね、はい、素晴らしい、はい、いやそのままなんか、じゃあそこら辺でやれたら、ま、バキバキになるのかな。ならないよっていう感じ。まあまあまあ、バキバキの、じゃあまおちゃんそのうち見れるのは、どれぐらい続けてるの、そのプロテイン。半年ぐらい。今のも長かったけど、半年、はい、半年ぐらい、はい、半年、半年でこんな感じになります。いいいいいい。まあじゃあそういうことも2番の質問にもつながるのかなと思いますが、仕事の大変さってある？仕事の大変さ、グラビアやったりとか声出したりとか、まあいろいろやってる方なのでね、はい、ミスコン出たりとか、はい、まあ、ライブ配信も含めて、はい、そんな中で、はい、こういうこと気をつけてるよ、こんなことをやっているよ、なんか結構なんて言うんだろう、結構活動内容が広くなっちゃうから、いろいろやることに大変さを感じるんですね。大変さを感じる、はい、すごい。具体的にいくつか、じゃあその、はい、上げていただくとすると、結構最近なんですけど、中国の勉強をちょっと始めてみたり。そうだよね、中国のミスコン出演ということで、もちろんじゃあ情報も勉強しなきゃいけないしっていうことになってくるね。あとはなんか、まあ、プロテインもそうだし、うん、毎日一日一食プロテインになってしまうみたいな。私耐えられないもん、そんな。プロテインで一食は私には無理だ。あとね、ウォーキングレッスンはとりあえず欠かさずしてて、うん、歩き方が悪くなっちゃうから、うんうんうん、で今はちなみに、はい、じゃあウォーキングレッスン家の中でやってる感じ？今は家の中でやってます。まあ短い距離でも綺麗に歩く的な感じ、はい、オンライン講座っていうのがあって、うんうん、その講座を見ながらちょっと家で はい、やる程度、はいはい、なんか結構グラビアでも結構ウォーキングレッスンが大事になってくるから、結局だから結構受けてるんですよ。やっぱね、皆さん大変な思いをしてプロを目指していくっていうことになるんでしょう、はいはい、まあじゃあ3番いっちゃおうかな、はい、まあ、今さっきからしつこい感じになってますが、5月10日、はい、まだコロナ今現状、はい、緊急事態宣言がまだ今月5月31日まで、はい、解除されないで、まあ、もしかしたら14日とかに解除されるかなみたいな状況ですが、はい、そこを踏まえてコロナの影響今何かありますか。そして皆様、まあこうなってたらいいなっていう部分を皆様へということで伝えてもらったらいいかなと思います、はい、そうでしょう。まおちゃん自身の影響ってありますか、コロナ。やっぱさっきも言ってたんですけど、そうだよね、うん、そういう話になってね、福岡の、うん、市内の方が本当おとなしくなっちゃったんですよね。でみんな結構
自粛生活を頑張っていて、うん、で私もなんですけど、まあ、あのみんなあの本人たちなりに、まあ、頑張ってる感じですね。ね、うん、まあ経済の問題も、うん、もちろんいろいろあるはずなんだけど、まあ私たちエンタメ業界の人間としてはやっぱりイベント中止延期、はい、ね、はい、これ一番大きいじゃないですか。そうですよね、それが一番大きいんですよね。で、まあ、これ配信される頃の6月まおちゃんのスケジュールがどうなっちゃってるかっていう部分もあったりだよね。まずあのいつも出てるレトロ FM っていうラジオイベントがお休みになってて、うん、コロナの関係で、うん、それが再開できたらいいなっていう部分、はいはい、まだ、まあ、今日の時点では分からない、見通し渡っていないけど、はい、っていう感じかな、はい、じゃあまあ願望になるんで、これ皆様がこうなっていたらいいなっていう、こう影響&皆様へ、今6月の後半になると思います。6月の20日過ぎ、28日かな、はい、配信なの、まあ、ぐらいの皆様に何か伝えたいことがあります、はい、自分でもいいよ自分でもいい、自分のこと言っちゃったらいいのかな、自分に、まあ、とりあえずあのみんながなんかまた元の生活に戻れるように、私はまあ私もだけし願ってますね。そうだよね、はい、元の生活、はい、むしろ復興の話じゃないけど、さっきの被災地方も、うん、まあ、前半の方になるのかな、うん、復興あの現状以上の状況に、うん、例えばほら今オンライン、うん、オンラインとか、うん、あやってたね、そういえば私ツイッターで見たオンライン飲み会、あれはあの活動に関してはもう今は準備感かとしか言えないんですよね。結構そうだよね、うん、はい、そうなんで、まあそうこういうのはこういうそういうオンラインのものに関してだったりとかライブ配信とかっていうのはもう変える必要がないし、今からもできるし、それは今はできますね。まあインフルエンサー的な継続でもいいんじゃないのかなって、私は、うん、残す部分オンラインとかっていうのはの残してもいいんじゃないかなって私なんか思ってしまいます。はい、うん、でそれでまあお金になるならないは別として、まあ楽しみにしてる人がいっぱいいるんだったらいいんじゃないかなって思ったりは、はいはい、まあ、なんかお金になるならないって結構私はあんまり考えてなくて、やっぱりなんかみんながビジネス、そうそう、やっぱ自粛生活をもし楽しんでくれたらなっていう感じでね、やってますね。そうだね、はい、今のところはそうだね、はい、ただこれも多分こっからは多分コロナ収束後には、はい、あのビジネス、エンタメビジネスに変わっていくのかなって思ったりとか、はい、私はするんだけど、はい、それで何かね、その商売の仕方がそういう、はい、ね、はい、予感も少し変わっていくのかな、はい、まあそれもありなのかなっていう部分ね、はい、まあまあまあ、じゃあ4番、これから、まあこれ締めに入ります、はい、これからの真央ちゃんどうなっていきましょう、はい、まあね、さっき中国語とか大変な部分いっぱいあるよって言ってたけど、中国語が難しいんでちょっとね、大変なんですよ。これからなんかなんて言うんだろう、やりたいことはいっぱいありそうだよね。でもね、真央ちゃんもね、うん、まあ前より良くなるっていうことがもしかしたら起こるかもしれないって周りが言ってる人もいて、だから私もよくわかんないんですよね、うん、いろんな意見があるから、まあ、経済は間違いなくでも悪くなるって言ってる人の方が多いけど、うんうん、まあ、それをどう乗り切るかなのかなと思ったりをします。真央ちゃん自身はだからやりたいことがいっぱいあって、それをきっと、まあ、今やってる中国語だとか、はい、そういうことを強化、はい、っていうふうに考えればいいのかな。もっともっとクオリティが上がっていくとか、だからなんて言うんだろう、結構まあなんか新しいことやり、やりたい、なんか一番言われるのが結構ね、まあ自分は結構自分のためにもなると思うんですけど、こういうのは、うん、でも結構まあタレントさんなんだから、みんなになんかこう影響力を与える人になりたいって、これからは思っています。素敵な趣味になります、はい、じゃあこれからの真央ちゃんが周りの皆さんにどういう影響を与えていくのか、はい、いい影響を与えていきたいよね、はい。あ、さっきちらっと聞いた歌をやっていこうっ
でしているかもしれない、はい、そういう部分でもねいい影響を与えていきやすいポジションだと思います。そうそうそう、私シンガーなのでそういう楽しみですね。シンガーですけどやっぱりあの歌が前めちゃくちゃ減ってて、でそれでなんかいっぱいいっぱいになったって時期もあってて、それで、ね、多分頑張ってる姿を見れたら皆さん喜んでくれるんじゃないかな、はい、でこれ今はちょっと上手くなった気がしたので、だからやっぱりもある、うん、これからはまあ、あのなんて言うんだろう、なんか自分のことだけじゃなくて他人を思えられるような人になりたいなと思ってます。なりたいな、私もなりたいです、はい、ということでこんな素敵なまおちゃんの回、残念ながら時間いっぱいいっぱいでお届けしましたね。じゃあ頑張っていきましょう、はい、これ最後に持って告知もう一回さらっと、ね、はい、これツイッターまおちゃんのこともっと知りたかったらこちらへ、あとイベントやら何やらはこちらチェックしていただければ分かることになってるのかな。はい、PAPIYON131 でツイッターが出てきます。はい、じゃあこれからのクオリティアップ、もしかしたら歌っちゃうかもしれないまおちゃんを楽しみにして、はい、さよならしたいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またねー、またねー。Tokyo Borderless TV.